はい、まずは GS350F スポーツでワインディングロードに入ってきました。走り出してみると感じるのはまずはこう乗り心地の良さですかね。実際にこう道路の段差ですとか継ぎ目を乗り越えた時にね、ふわふわと柔らかいわけではないんですけれども、1回入力がパンと入った後にすぐにねそれをね、スッと収めてくれる。それはきっとねボディの剛性の高さとかサスペンションのこうブッシュのね、剛性のバランスとかいろんな要素があると思うんですけども、なんか最初だけちょっと柔らかいんだけどいつまでもブルブル残ってるとかそういうのがなくて、とてもねすっきりとした乗り心地になってます。そしてまあハンドリングですね。この車やっぱりこうハンドリングが、こだわっただけあってね、なかなか気持ちいいですね。ステアリングを切った方向に車が曲がるって言葉にすると当たり前のようなんですけども、こういう風に本当にそうだなと思わせる車に乗ると、あ、切った通りに曲がらない車って世の中にはいっぱいあるんだなと気づかされるというようなところがありますね。狙ったところに向けて切っていくと、自分の思った通り切った分だけ車が曲がって、例えばちょっと多すぎたなとか足りなすぎたなが圧倒的に少ない、ちょっと足りなかったかなと逆に思ったらちょっとだけ足せばいいっていうね、そういうこう車とのやり取りがとても気持ちいいと。なんかいたずらにシャープだとか、特にねこの車の4輪の操作してるんですけども、キュッキュッキュッキュとこう曲げるとかノーズをね内側に引き込むとかそういうものにはね実はなってなくて、むしろね穏やかとは言わないですけども、なんかこう思い通りに動かすことっていうのを、何より考えてのそういう、デバイスなり、車の考え方なのかなというのがねすごくわかりますよね。普通にね今ノーマルモード、いわゆるノーマルモードで走らせてるんですけども、十分気持ちいいんですが、この車ここにねドライブモードセレクトがありますので、これを右側にひねるとスポーツ、そしてさらにね、スポーツプラスというふうにモードが切ってあります。ステアリング系ですとか、こう LDH のね、4人操作の時とかがより、シャープになってちょっとね、演出気味になるという感じですかね。 S プラスまでするとね、4人操作特有の違和感っていうのはねこの LDH はね、ほとんどというか全くないんですね。ただ、思った通りに曲がる、という、ね、ものにすごく仕上がっていて、これはね驚かされますよね。ちょっと今までの正直今までこの車乗るまではね 4WS 的なものがついてるものは基本的に僕は嫌だったんですけども、余計なことしないでと、自然なもっと自然なハンドリングがいいなと思ってたんですけど、この車はこの打の利きはねクイックだし、ギアがなんとなくこうついてきてくれる感じとか、とてもねそのメリットみたいなものは感じるんですけども、メリットは感じながらも、違和感というかちょっと思ってるのと違う動きするなみたいなところがねなくて、すごく気持ちよく走ってますね。そしてこの車あとはエンジンですね、V6 3.5 リッターのエンジン、自然吸気エンジンと6速 AT なんですが、もしかしたら聞こえているかもしれませんね。車内にね、いい音を聞かせるための、装置がついていて、エンジンの音をねうまくこう中に入れてきてくれてます。だからこうやって踏んでいくと、パドルなんかをこう叩いたりしながら弾いていくとちょっとね、かなりスポーティーな音が楽しめると。音ほどにトルク感が、今すごく上ってるので、こういう時にはもうちょっとトルク感欲しいかなという気はするんですけれども、でもねエンジン音聞きながら今ね、小排気量ターボのエンジンとかが、このセグメントでも増えてきて、その良さもねもちろんあるんですけども、やっぱなんか自然吸気エンジンをこう回して走らせるのってスポーツドライブのスポーティーな、車の基本だなというのを、思い出させてくれるようなところがありますね。ついつい回してしまうっていう気持ちっていうのはちょっと久しぶりに感じたなと、こういうセダンで乗っててねそういうふうに思いますね。BMW の M スポーツといえばね、以前はもうガチガチに硬いというイメージだったんですけども、本当にこう同じ名前でいいのっていうぐらいしなやかな乗り心地になってます。